じゃあ、こんにちは。こんにちは。はい。さあ、今日は、ゲストにですね、はい、オリックスの西村めぐみ監督にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、現役の時から、オープン戦で会うと、はい、じゃあ今シーズンの成績を握ろうっつって。何人かでやってましたよね。松中と。そうですね。3人で。もうタイプがみんななんか一緒なんだよ。ホームランはかけなかったけど、はい、じゃあ打率でかけようっつって。打率。で、オフ食事しようみたいな。そうすると誰が大体勝つんですか？大体ユタロさんでしょう。大体俺が勝つ。強いですね。僕も一回首位打者取った、あの時は多分やってなかったと思うんですよ。あの時やってない。その後からですよ。あ、じゃあ90年より後ってことですね、首位打者。そうでしたね。まあ、そのぐらい仲がいいということで。仲いいですよね。まあ、なんか、期間空いても全然普通に喋れるというか。そうですね。でも、現役時代が、まあ、学年でいうと2つ違うんですか？学年でいうと1つ、1つなんですよ。1つで年齢だとまあ2つになる、早生まれ。まあそうですね、はい。現役時代は瀬戸家でしたけど、どこでよく話したりとか会ったりとか。オープン戦の時だよね。そうですね。あとは表彰式とか。それしかないですね、もう今みたいに交流戦の中で。ないよね。自主トレ一緒にするわけじゃないです。そうですね。それでもなんかこう、先輩なんですけども、はい、気楽にこう、行けたってなるんですね。二人ともね、盗塁を。そうだね、うん。まあ、その本題に行く前に。行く前に行く今が一番ほっとしてると思うけど。そうですね。だけど、年越すと、1月になると、やっぱちょっとそわそわしてくるでしょ。もうすぐですよね、年明けたら。いろんなこともやっぱり考えてやっていかないといけないし。今、どんなこと一番考えるんですか？今ですか。まあ、来シーズンに向けて、どうやってこう選手を使ってそこを動かしていくかっていうところでしょうね。で、相手チームにこう当てはめて誰がこうそこに対応できるかなとかですね。そこですよね。やっぱりなんかシーズンオフでもゆっくりできてはいないかもわからないですね。でも12月はまだまだ、はい、まだです。やっぱり1月になるとそわそわし始める。そわそわですよね。ミーティングとかあったりとかですね。そうです、はい。オリックスには一番騙されてるんだよ。どういうことですか？いや、順位予想ってあるじゃん。必ず。ものすごい見栄えがいいのよ。で、力もあんのよ。なんか勝てないの。ということは。いやいや、だから俺はここ最近ずっと B クラスに入れて、うん。だってなんか力を発揮できないんじゃないかなっていう。まあね、ユタさんやっぱおっしゃる通り、力を持った選手はたくさんいると思うんですよね。だからいるよね。その試合の中でそれをいかにこう選手たちが発揮できるか、それを発揮させるかっていうのは当然こっちの仕事なんですけども、力を持った選手、特に若い選手なんかは結構いるよね。でね、ピッチャーがいいよね。ピッチャーがいいけど、ここのところ野手がいなくなって、まあ野手もあのチャンスは作るんですけどね、ここ一本っていうところがなかなか出ないっていうで、得点能力というのはやっぱりちょっと低くなってるのかなという気はしますけど、ね。そうね。だからもう とにかく試合をこう見ると、前日は白縁のメガネかけてたんだけど、今日は黒縁のメガネかけてるから。もうね、ジンクスっていうか、気を変えたいっていうのはもう明らかなのね。球場伊沢さん来られて、ちょっとそういう話になったんですよ。で、メガネをこうたまに変えてるねっていう。でところでいくつ持ってんだっていう話にもなったんですよね、はい。まあ、それぐらい負けた次の日は違う眼鏡で、こう気分転換っていうのはそういうのはしたいですよね。いくつ持ってんの？まあ、ここぐらいじゃないそれはもうぐるぐる変えるんだよ。でもその眼鏡によってはちょっとこうずっとかけてたら疲れたりとかするんですね。まあ、できるだけかけても楽な、まあ、眼鏡にはしてますかしないし。監督大変なんですね。いや、監督は大変だけど、まあ、例えばそのロッテからさ、まあ、オリックスって自分が生まれ育ったところじゃないところで監督をやるじゃない、はいはい、そのやっぱ苦労ってある。まあ、その前にヘッドコーチで3年間いましたんで、うん、そこまではないですね、はいはい、そこは全くなくて、監督だけでやっぱりオリックスにとった場合には、まあ、こう苦労あったかもわからないんですけども、3年間あったんで、意外とこう選手のこの性格そういうのも分かってるつもりなんですけどね、分からないのがさ、と思うんですけども。でもやっぱりロッテで生まれ育ってみたいな、なんかこう、選手時代もやって、監督もやって、
日本一になってとは、まあ、やっぱり、まあ、それは全然やっぱりちょっと遠慮みたいなのがあるでしょ。まあ確かにそれあるかもわからないですね。まあそれを本当監督だったら出しちゃいけないんですけども、やっぱこうちょっとあの気を使うところはあるかもわからないですね。それがないようにしていきます。史上初っていう記録をたくさん持ってるんだよね。例えば3位から下克上で日本一になったとか、スイッチヒッターで初めて首位打者取ったとか、ね、結構初物が多いよね。そうですね。何なんですかね。いや、それだけ運があるっていうことなんじゃない。まあ自分でもそう思ってますけどね、うん、だからいろんなこう例えばプロ入ってレギュラー取るなどっていうところの、ね、今おっしゃったようにすごくこう、うん、その運っていうのがあるんじゃないかなってずっと思ってましたね。運でしか言ってない。そうですね。そんなことじゃないですよ。それも大事なところじゃないかなと思います。いや、運ってやっぱり勝負ごとには大切だしさ、それを否定するわけじゃないし、そう、運だけで生きるっていう、あ、素敵だなと思うんですよ。それも才能の一つって言いますもんね。そうですね。なかなか3位から下克上で1位ってなかなかっていうか、いや、ないよ、ね、これないですよね、それ以降も。だから俺言ってたけどね、現場にも日本一になる瞬間とか、うん、で日本一になった瞬間もインタビューしてるんだけど、でも強かったよな。いや、強かったですね。もうそうだ、選手たちはそうだったです。それよりもセリーグが弱いって感じる？いや、弱いとかそういうのは全くないですけどね、はい、でもまあ、例えば交流戦とかもあるじゃないですか。戦ってみて、あ、やっぱりその同リーグで戦ってる力の方がやっぱり嫌だなとか思う？まあそれはありますね、確かに。まあピッチャーにしても、この野手にしても違う。まあ、そこあるいはもうピッチャー、特にバーピッチャー多いじゃないですか、ね、まあ、それはやっぱり、その例えば速い力のあるまっすぐを打ち返すところも容易なことではないと思うんですよ。その分がきついですよね。やっぱセ・リーグと戦うときっていうのは、まあ、そこまで不安ではない。まあ、ある程度は点取れるなと思って戦う、まあ、それはあるかもわからないですね、はい、でバッターにしても、ね、やっぱりいいパワーヒッター結構いるし、いろいろありますので、だからそれ以上にやっぱり点を取らないといけないというプレッシャーあります。そう、まあ、交流戦なんかでもやっぱりある程度のこの点数を取っておけばというのは確かにあると思うんです。だからリーグの場合は例えば5点6点です、ね、リードしてても1イニングやるとしてもケースありますよね、うん、はい、オリックスのベンチから見ていて、同じパリーグでこのピッチャー嫌だなって監督が感じるピッチャー、はい、分かるですめちゃくちゃいいよな例えばな、いや、だから今パワーピッチャーっていう言葉出したんですけど、はい、そういうピッチャーにちょっと弱いがあったんですね。例えば、ホークスだったらセリだとかですね、うん、で楽天だったらベンチとか、そういうふうには結構今まではやられてるんじゃないかなと思います。でも他のチームも大体やられてるけどですね。ただそんな簡単ではないから、簡単じゃないですよ、うん、ただそこにこうやられる、うんうん、試合っていうのは多いんじゃないかなと思うんですけど、ね、そこをまあゴールまでいけば十分なんですけども、そこに勝っていかないと上にはいけないんじゃないかなと思ってますけどね。今年監督として何年目だろう？オリックス、うん、2年目ですよ。ある程度勝負、まあ、もう勝負、毎年勝負だろうけどね、まあ、特に、1年目が最下位っていうところで、で、まあ、外国人も結構補強してもらってというところで、自分自身が立てる立場と考えると勝負の年になってくるじゃないですか。外国人のさ、AJ が来るよ。そうですねこれは どこでどう使おうって考えてる。まだこれからなんですけどね、そこをね、やっぱもう一人の外国人であれば吉田正尚とどうやってこう組ましていくかなっていうところを、そこもしっかり考えなきゃいけないし、例えばその3人で組み合わせを組ませるとしたら、じゃあ今度1、2番だとですね、もうそこで頭で選手を考えたでも考える駒がいるっていうのは、まあなんか全然違ってきてるじゃないですか。すごく楽しみだよ、1年目と2年目、うん、でも AJ が室内入るだけでなんか雰囲気が変わりそうな感じがするんだけど、もう、ね、やっぱ向こうの実績で皆さんがこう、ね、持っている通りの働きをしてくれれば、はい、去年よりは全然100点以上と、去年よりね、100点以上取れるっていうことは A クラスはそこで見えてるっていうことだよね。
だからそれぐらい取っていかないと、あとはパリの高級だというところに勝っていけないというのがありますよね。だって野手見てたら吉田正尚が一人でなんかこう引っ張ってるイメージがあって、そうですね、だからそこを全てマークされてっていうところで本人もそこにプレッシャーがかかってしまうというのがやっぱり1年目のスタートにおいては結果出せなかったですからね、はい、だからそこをいかにこう楽にさせていくかというところも考えていかないといけないところですね。なるほどね、考えることは山ほどですね楽しみだね。いや楽しみですよ。いや楽しみだよ、ね、はい、もうそうやってこう考えるというか考えられるというところだけでもすごく楽しみなので、やりがいがすごくありますよね。だって去年考えてもなんか絞り出してもなかなか出てこなかったもんね。まあ、外国人が悪かったし、そうですね、沖縄が、はい、で吉田正尚という格は決まってたんですけども、それ以外の日本の選手というところも若い選手が多かったようにそれをどうやってこう使っていこうか、どうやってこう成長させようかというところも1年でしたので、そこを、まあ、かなり使ったんですけども、まあ、2年目に向けてじゃあ誰がこう使えて、まあ、誰が使えない、使えないという言い方したらあれなんですけども、というところが分かったというところもすごくいい1年だったと思いますね。宗はもっともっとやれる選手だと思いますからね。俺が期待してる、はい、若手で期待してるナンバーワンの選手なんだけど、はい、いや全てにおいての身体力すごいんですよ。すごいよね。そうです。何が高いの？まあいろいろあるでしょうね。まあ精神的にまだ、まあ、そこもまだですね、なってないと。だから、まあ、実績はそこまでいってないんで、うん、本人もこう結果が出ないといい、すごく不安なんじゃないかなと思いますので、結果を出していけばもうすごくいい選手になると思います。今年はないの？俺、いや、はい、俺が予想したらいいの？いや、もう2年目勝負ですから、はい、上を狙うしかないですね。狙うっていうと今年こそオリックスの A クラス。いや、もうそれは他も強いからね、パリーは本当に、ね、お経もしてるし、AJ 来るんですよ。 AJ が真面目にやれば、真面目にやるでしょ、やってくれるかね。やりますよ。なんか旅行感覚で来てるんじゃないだろうね。本当に今の外国人選手はそれないんじゃないですか。まあ真面目だよね。昔は違いました。昔はちょっとそういうのあったんじゃない。いや、ロッテもフリオ・フランゴっていうメジャーバリバリの選手が入ってきて変わった時があったんです ね、 全然ね。あれはもうでもすごくいいもの出してくれました。そうだね、周りを引っ張っていったし、まあ、本当に真面目でした、うん、だからああいうふうな存在になってくれると、そうですね、いいよね、こうしたもの、はい、みんなやっぱり引っ張っていってくれるんじゃないかなと思いますけどね、うん、今年は期待できるんでしょうか。してください、本当にして。まだ話は続くから、はい、はい、はい